さあ皆さん普段こう曲を吹いていたりこう楽曲を見て吹いているといろんなアティキュレーションが出てくると思います。スタッカーーテヌートアクセントまあ代表されるのはまあこの3つなんですがこれをまあどう吹き分けていくかえこれはもうタンギングとか発音にまあものすごくかかってくるわけですね。えー、その辺りをちょっとやっていこうと思うんですがま,あまずスタッカート。